2020年度子どもたちの心を育む活動、受賞団体三河町中高生ボランティアサークルライムライト山形県。活動テーマは地域に根ざした中高生の恩返し活動です。三河町の中高生が自分たちを育ててくれた地域に対して恩返しの気持ちで行っているボランティア活動です。1988年に始まった活動は32年にわたり受け継がれてきました。中心となる定期活動は15年以上継続している保育園幼稚園での清掃と園児たちとの触れ合い活動です。他にも子育て支援センターでの清掃や読み聞かせ、町内のお祭りをはじめとしたイベントへの出展や運営補助など、地域に根ざした活動を展開しています。三河町の中高生たちには園児を思いやる優しい心が育まれるとともに、地域の役に立ち感謝の言葉をかけてもらうことで自己肯定感や地元愛が生まれています。